一例茶船の使用例茶船、または茶筅とは、茶道において抹茶を立てるのに使用する茶道具の一つで、竹製のものがほとんどだが流派により使用する竹の種類や色が異なる。流派によっては、薄茶手前の際に泡をたっぷりと立てる場合があるため、泡だけ器の一種と理解されることも多いが、本来は攪拌のための道具である。現代では、 アウトドアなどの用途向けに金属製、プラスチック製の製品もある。竹の一端を細く裂き、薄く削った先端を内側に柔らかくカーブさせたものが一般的である。普通は3寸7分ほどの大きさであるが、大きなものとして最大時の大茶製で用いられる。高さ1尺2寸のものが有名である。形は流派や用途によって様々である。逆だけになっていて、 竹の根本側を穂先に加工する。用途によって、穂の数は16本から120本まであるが、64本が標準と考えられている。この数は、外穂の本数で、64本なら、外穂と内ちを合わせれば128本になる。歩数が少なければ、穂が太く腰の強い茶線になり、歩数が多ければきめ細かな茶線になる。 そこで一般に濃い茶を練る場合には、歩数の少ないものを、薄茶を立てるときには、歩数の多いものを用いる。歩数が多いものほど製作に技術を要するため格の高い茶線とされ、明治維新以前は80本以上の歩数は、大名以上の基人用、120本は将軍用とされていた。大名が濃い茶を練る場合には、歩数を多くかつ方を太くするため太い竹で茶線を作り、 これを宝来と呼んだ。歩数が少ない茶船で薄茶を立てるには技量を必要とするため、逆に歩数の多い茶船を用いることで、自らの未熟を示して謙遜する意味合いもあった。78本の茶船を用いるのは、この意味合い。カラミ糸、カガリ糸などと呼ばれている。通常は黒の糸を用いるが、流派や趣向によって白や赤の糸を用いることがある。 赤糸の茶筅の代表的なものが長寿の祝いごとに用いられる宿茶船で、竹のサム星、イコマシ高山町にて主に、蜂区を原材料とするが、通常の蜂区の他に七区など色づく品種も用いられている。通常は3年目の冬に伐採し、煮沸して油を抜いてから露天干しにして白だけにし、その後しばらく寝かせてから加工する。 正月用に天日にさらさず青竹のまま加工する場合があり、また流派や趣向に応じてすす竹を用いることもある。コロキリきり皮むき終わり、かたぎ、こわり味削り面取りかみ、上辺見仕上げ茶線の字はもともと鍋などの焦げ付きを落とす道具、線から由来している。芸術まで高められた鉱山産の茶線では、線の字を使うことが通例である。手前で茶を立てる前後に、 茶碗に湯、または水を張って、穂先を振ったり、茶線を茶碗と目前の間で上げ下げしたりする所作を、茶線同士と呼ぶ。茶を立てる前は必ず湯を用い、茶碗を温めると同時に穂先を湯になじませ、柔らかくして折れにくくする効果がある。一方、茶を立てた後は水、または湯を用い、茶碗と茶線を同時にすすぐことになる。そこで、立てる前を、茶線湯字。 立てた後を茶船すすぎと呼んで区別することもある。事前に水屋で確認済みの茶船に対して茶船同士を行うのは穂先を客の立ち合いの下で改めて折れや汚れのないことを確かめる意味がある。茶船を茶碗の円に置いて持ち替えながら上下を繰り返し茶船の全周を数回に分けて見分する。茶船を持ち替えるたびに柄を茶碗の円へ落とすように当てて軽く。 音を立てるならいになっており、新言密教の射水の例に由来した清めの意味があるとされる。茶船は数ある茶道具の中でも大体の効かないもので技術の気と精魂とを込めて作られる工芸品である。しかし細く割られた竹を水分にさらすという用途であり、穂先が茶碗の内面と接触することも避けられないため必然的に消耗品である。 本来ならば一回使い捨て、大事に用いても数十回も使えば、穂先が折れてしまう。そこで使い終えた茶船を焚き上げて、感謝の意を示すのが茶人の習いとなっており、針供養、筆供養などと同様に、茶船供養と呼ばれている。この目的で混流されるのが、茶船塚で、現在では、全国各地に見られるが、これは大正から昭和にかけて広まった比較的。 新しい習慣らしい。ありがとうございます。